その昔、挙兵海賊団という名の暴れ者どもが海にいた。それを率いる二人の海賊頭、赤鬼のブロギーと青鬼のドリーの力は特に凄まじく、もはや普通の人間の力では太刀打ちできぬと半ば野放しにされたほどのこの海賊団の進撃に終止符を打ったのは、なんとたった一人の少女であったという。柱たちの今日の狩りを見たか。おお、目に焼き付いて興奮が収まらねえよ。何しろあのバカでけえ火曜類を一人一体ずつ仕留めちまった。我らエルバフの巨人族といえど、あの大型を仕留められんのはお頭たちしかいねえよ。そうだろうみんな。おお、まったくだ。ガババ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 バ、確かにありゃ俺たちの生涯でも一番の大物だった。それはどっちが大きかったの？え？どっちが？うん、仮勝負はどっちの勝ち？見ろブロギーよ、俺の方が少々でかいやだな。抜かせ、俺の方が3センチばかりでかいわ。何を？なんだ？お頭たち、やめてくれ！ところでブロギーよ、俺には一つどうも思い出せんことがある。いや、実を言うと俺もだ。真ん中山が。まあよい、とにかく決着をつけると。おお、考えるのはそれからだ。しゃあ